はい、今回はサクッとダイソンエアラップで作る内巻きボブのチュートリアルです。まずはドライヤーアタッチメントを使って髪全体を8割方乾かしていきます。で、向かって左が風量、向かって右が温度の調節です。真ん中のボタンを一度上にスライドさせるとスイッチオンです。で、風量も温度も3段階に調節できますが、今回は両方ともマックスでいきます。ちなみにこの真ん中のボタンを上に上げたままホールドすると冷風になります。カールをセットするときなどに便利ですね。さすがダイソンって感じで風量がすごいです。私の歴代のドライヤーの中で一番です。乾くのも早い早い。はい、これで8割方くらい乾きました。で、先ほど付け忘れていたのでアウトバストリートメントを毛先中心につけていきます。まあ、なんだかんだ言ってこのミルボンの L10 ダイマルジョンが一番いいと思って使ってるんですけれども、最近オルビスのヘアミルクをあちこちで見かけるのでちょっと気になっています。続いてアタッチメントを取り替えるのですが、後ろのボタンを下にスライドさせると取り外せます。で、今度はブロー用のアタッチメントを使います。ストレートにしたい人は上からブラッシングするようにしていくと綺麗な仕上がりになります。で、私の髪は見ての通りだいたいストレートなのですが、アラフィフになってから嫌なことに髪の毛の変なうねりが出てきたので、これを使うとうねりが抑えられていい感じです。まあ、急いでる時はこの工程は飛ばしてもいいかなと思います。次に毛先が内に入るようにブローしていきます。ロールブラシとドライヤーを駆使しながらブローをしてた時に比べたら数十倍楽です。はい、ブロー用ブラシを使った仕上がりはこんな感じです。まあ、これも悪くないのですが、さらにカール用のアタッチメントに変えてスタイリングをしていきます。矢印がついている方を前に向けてセットします。で、上のつまみが回せるので内巻きにしたい方と反対側に回してください。このエアラップのコアンダ効果が髪の毛を自動的に引き寄せてくれるので、カールアイロンの時のように手首を返したりする必要もなくて、不器用な私のような人でも綺麗な内巻きボブが作れます。トップにボリュームを出したいときはトップの髪の毛をアタッチメントにかぶせた後、毛先までスライドさせていきます。
はい、向かって左がカール用アタッチメント仕様、右がブロー用アタッチメント仕様の仕上がりです。やっぱりカール用の方が毛先がきちんと内巻きになっているので、こっちの方が私は断然好きです。なんで今の状態だとちょっと仕上がりがちぐはぐになっているので、右の方も同じようにカールしていきます。最後にこれもプラスアルファなのですが、もう一度ドライヤーのアタッチメントを使用します。で、このアタッチメントつまみを回転させると、いわゆるアホ毛を抑えてくれるアタッチメントに大変身します。はい、出来上がりました。こんな感じです。髪を切ってしまってエアラップが使えなくなるかと思ってましたが、こんな風に使えるって発見して、ますますダイソンさん好きになりました。皆さんも試してみてくださいね。それでは、役に立ったなと思ったらいいねお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお願いします。またねー。